UH-60J UH-60J、UH、はアメリカ合衆国のシコルスキーエアクラフトが開発した UH-60 ブラックホークを日本が救難目的に独自改良した救難ヘリコプター三菱重工業がライセンス生産を行っている隊員からは60という通称で呼ばれているこの項目では航空自衛隊と海上自衛隊に 配備されている UH-60J のほか、陸上自衛隊向けの多用途ヘリコプター UH-60JA についても述べる。航空自衛隊向けの機体は、1988年、昭和63年度予算から調達を開始し2016年、平成28年度予算までに59機の予算を計上している。 救難対応のキロボルト -107 の後継として、アメリカ空軍の HH-60A をベースに改良し、機種に赤外線暗視装置、フリアや広報気象レーダー、機体両側面に捜作用バブルウィンドウ、半球状に膨らんだ形の矢大型の造装を装備している。u h 六十 j の開発当時には、全天候型の救難専用ヘリコプターはまだ、 実用化されておらず、HH-60G は開発中で、試作機のみ完成していた、本機が初の実用化例となった。実際の救難現場では U-125A と組んで運用される。長らく救難対応に白と黄色の塗装であったが、2005年、平成17年生産分から、ダークブルーの洋上明サイト塗装に切り替えられ、既存の機体も順次変更されている。 また、48から4579号機以降の機体には、チャフ、フレアディスペンサーやミサイル警報装置が装備されている。他、アビオニクスも改良されている。これらの機体は、UH-60J と呼ばれ、それ以前の機体と区別されている SP は、セルフプロテクションの略。さらに98から4588号機からは、 空中給油用の受油プローブが装備されている。また、自衛用の 5.56mm 機関銃ミニミの装備も開始されている。2011年度予算から、航空自衛隊の UH-60、j c o K 機の調達が予定されていたため、提案要求書に基づき川崎重工業、三菱重工業、ユーロコプタージャパンが提案書を提出した。 2010年11月5日、防衛省は、三菱重工の UH-60J の、能力向上型 UH-60J を選定したと発表した。費用は、約40機分の機体と20年間の維持経費などで、約1、900億円としている。近代化改修を施した機体の自衛隊内の、通称は UH-60J に、 海上自衛隊向けの機体は、1989年、平成元年度予算から調達を開始し2001年、平成13年度予算までに19機の予算を計上した。S-61R の後継として導入。航空自衛隊の機体とほぼ同じだが、海上自衛隊独自の装備があるために、全備重量が若干増えているほか、増装のパイロンが、 hh-60 用のものに変更されている。主に救難機として利用されるため塗装は白とレッドオレンジである。海上自衛隊では uh-60j のほか、懲戒ヘリコプターとして sh-60j も103機採用し、同機の後継として sh-60k を導入中である。1995年。 平成7年度予算から調達を開始し2013年、平成25年度補正予算までに40機の予算を計上している。2018年3月末時点の保有機数は40機。航空輸送をはじめとする各種任務に使用されることから、赤外線暗視装置、フリア、広報気象レーダー、GPS や管性広報装置による自動操縦機能に加えて、 エンジンの排気口へ装着された赤外線排出抑制装置 IR サプレッサーやワイヤーカッター振動を妨げる電線やワイヤートラップなどを切断するチャフディスペンサー IR ジャマーを追加装備し燃料容量を増加して航続距離を 1295km に延長している装備や燃料は増えたが全備重量は9トンと削減されている Uh-60j から変更点が多く、三菱重工では uh-60j とは別ページで紹介している。当初、現在使用中である uh-1h の後継機として置き換える計画だったが uh-60jA 約37億円が大変高価なために uh-1j 約12億円と、ハイローミックスする計画に変更した。武装に関しては、アメリカ陸軍同様に、対戦車、ミサイルランチャー、ロケット弾、ポット、ガンポットなどを装備する計画だったが、予算の関係で見送られ、増装装備のみに止まる。状況に応じて、キャビンドア 22.7mm 重機関銃、M2 を 5.56mm 機関銃ミニミを、 キャビンドアとガナーズドアに搭載し、ドアガンとして運用することができる。2008年3月、キャビン内左右に機関銃を固定装備化したドアガン飛流が第1ヘリコプター弾に登場した。なお、沖縄の第15飛行隊向けの4機については、洋上飛行が多いため、富士着水時の脱出が容易となるように、コックピットドアの窓枠が廃止されているほか、 主脚付け根のスポンソンにはフロートが内蔵されている。沖縄仕様の機体となっている。当初は白、オレンジ、オリーブドラブで塗装される予定だったが、通常の迷彩塗装で配備されている。公式愛称はブラックホークであるが、海空と同じく六丸の通称で呼ばれることが多い。陸上自衛隊航空学校、陸上総隊、東部方面隊、西部方面隊、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。